ないで、ここって感じです。あ、ありがとうございます。ああ、よかった。ありがとうございます。これ、顔だよ。すみません、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、10秒前、5、4、3、2、1。すいません、いきますよ。皆さん、こんにちは。クルバナで I love music! 略して、どうぞ。クラブのお時間がやってきました。イェーイ、ね、クルバナからやってきた私、崎浜修馬です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あれ、修馬さんのマイク入ってっかな。ああ、いいね、元気いいね、いいね、はい、じゃあ自己紹介しましょうか、どうぞ。はい、はい、こんにちは、はい、宮地理香でございます。はい、そして宮城忠です。はい、そしてクネスウェチクです。はい、そしておまけの平安です。よろしくお願いします。イエーイ。はい、志麻さん、はい、さあ始まりましたけど、はい、はい、志麻さん、ちょっとマイク入っているのかな。まあまあ、ちょっと後で確認しましょうね。はい、はい、ではククルバナの紹介をお願いします。ククルバナとは宜野湾市大山にある重労移行支援事業所でみんなで就職目指して頑張るところです。イエーイ。あ、いいね、今良かったんじゃないですか。はい、さあククラブ始まりましたけれども、はい、本日ククラブのテーマいきましょうか。志麻さん、お願いします。本日のテーマは台風です。はい、台風、台風、台風の過ごし方ですね。台風の時の過ごし方ね。はい、ね、こんな言葉を知っていますか。はい、デール・カーネギーの、あ、志麻さんちょっといいですか。はい、志麻さんごめんなさいね、志麻さんのマイクがね、なんかちょっと入ってないみたいなので、あら、聞こえるかな。ジェイコさんと同じマイク使ってみてもらっていいですか。うん、すいませんね。はい、そう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 、はい、あ、来た、はい、うん、うん、はい、で、今回ね、はいはい、この本を読んだ方はいらっしゃいますでしょうか。何でしょう、デール・カーネギーの、はい、人を動かすという本の中で、はいはい、悩みを追い出すには、うん、日頃の小さな幸せを数えることだとデール・カーネギーをおっしゃっています。ほうほう、そうですね、はい、皆さんもどのような小さな幸せを数えられるでしょうか。はい、ドライブで景色を見れること、マックで、マックシェイクを買えること、ハンバーガーを買えること、オフィスで同僚と話すこと、いろいろあると思いますが、ね、皆様、うんうん、それらはちょっと目立ちにくいので、きちんと気づけてますでしょうか。あ、なるほどね、なるほど、実際ね、はい、ありがとうもね、ありがとういっぱいあるかもしれませんからね。いっぱいあるかもしれません、うん、で、今日はそんな一人一人のね、うん、気づかない部分をピックアップして、はいはいはい、リスナーの方に、はい、この人は名言言いそうだな、はは、名言隠れてそうだなというのを見つけてもらえればいいかなと思っています。あ、なるほどなるほど、はい、台風の過ごし方。そうですよ。テーマは台風の過ごし方ですからね。まあ、その中でね、そういうのもあればね、はい、はい、教えていただけるとね、気づいた方いたらね、教えてくださいね。はい、よろしくお願いします。はい、今日のテーマは台風の過ごし方です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、FM 宜野湾では、ホームページやユーストリーム、ツイキャスでも映像と音声を配信しております。ツイートも連動しておりますので、たくさんツイートよろしくお願いいたします。はい、メールアドレスは
797@fmginowan.com 797@fmginowan.com ファックスは 098-943-0094 943-0094 まで、よろしくお願いいたします。はい、ククラブ、この番組は株式会社住太郎ホーム、株式会社ビッグワン、有限会社パーソナルフードサービス、有限会社サキコーポレーション、ハグキコー、ヘア&メイクアップアーティスト秋広元岡、各社の提供でお送りしております。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、それでは早速ですけれども1曲目いきたいと思います。よろしいでしょうか。はい、いきますよ。1曲目はこの曲です。嵐です。どうぞ。はい、いいね。いいね、中古さん、ノリノリじゃん。ノリノリいいね。ちゃんと聞いたの初めてかもしれない。いや、しもさん寝てませんでしたみたいな感じで目つぶってたからね。
きますよ。はい、お届けしている曲は嵐で嵐でした、はい、これはね、千恵子さんチョイスですけれども。あ、千恵子ちゃん、はい、ほんと千恵子さんノリノリでしたね、うん、ノリノリだね、うん、嵐好きなんですか。歌ったこと1回しかありません。あ、そうなの。あ、台風だから嵐ってね、うん、なるほどなるほど、かけました。いいですね、うん、はい、今日のテーマは台風の過ごし方ということで、うん、一応ね11月入っておりますけれども、うん、なんかあの最近もね台風できてましたからね、22号か23号がね、そうそう、多分23号だったと思うんですけど、ね、で沖縄にまた来るのかなみたいな、ね、うん、感じでしたけど、まあまあさすがにねこの時期はそれましたが、ね、温帯低気圧に変わりましたって。変わりましたね、はい、うん、でもね、過去11月ぐらいに来た台風もあったんじゃないかなと思いますけども。あ、そうですね、うん、なのでね、今日は、まあ、今年この話をするのは最後かもしれませんが台風の過ごし方ということで、はい、はい、ね、シューマさん、はい、はい、シューマさんがね、今日このテーマどうだろうということでやっておりますけれども、はい、はい、どうですかシューマさん、台風の過ごし方。マイクの近くで喋ってくださいよ。そうですね、台風の日っていうのはですね、マイクの近くで喋ってください、うん、はいはいはい、台風の日っていうのは、うんうん、比較的家で過ごしますね。あ、お家ね、はい、まあそりゃそうだね、テレビ危ないからね、見たりですね、あ、テレビ見たりとか、はい、うん、でやっぱり食べるものがあったりですね、あのカップ麺とかよく食べますね、はい、まあそれもあるんですけどね、やっぱり景色ですね。景色、うん、あの台風が来る前の夕日あるじゃないですか、はあはあ、真っ赤赤く染まって、はいはい、あれなんだろう、なんか不思議な力があるような気がするんですよね、あれ。不思議な力ですか。はい、どういうことですか。例えばですね、ほら、元気いっぱいの人を台風のような人と言うじゃないですか。あ、そうですか。そう、うん、だからこう台風のような人がこれから現れるよっていう前兆みたいな、元気、これからみんな、これから元気、自分の中に元気が生まれるよっていうような前兆にも見えるような気がするんですよね、あの台風。台風前の夕日がってことですか。夕日がです、はい、どんな夕日なんです。こう、うん、もう一面真っ赤に染まるんですよ。ちょっとね、あのラジオでは難しいかもしれませんけれども、こう夕焼けがあって、うんうんうん、その夕焼けの 赤い範囲がもう一面に広がるという。あ、で結構あれですね、はい、まあ、ね、曇ってるというよりかは、まあ、晴れた感じで雲が少ない感じ でこう、はい、空が赤く染まっているみたいな。染まっていて、ほう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 、なるほど。 でもあれ綺麗ではあるんですけどね、あの後台風来るんでからあまりめでたくはないんです。めでたい感じ、まあ気をつけないといけないっていう ね警告みたいな感じでもあるのかな、はい、そうですね。あ、なるほどね、うん、でも柴さんはそれ見てからちょっとあの元気なやつが来るぞみたいな、来るぞって、なんかそういう感じを受けるんですかね。そういう感じを受けるんですね。へ、まあ、身近にはね、こう元気のパワーの塊みたいな人が思い当たる人は多分。なるほど。あの人が台風だと。ああ、なるほどね。ああ、実際で、ね、台風来るじゃないですか。はい。そういう時はどう過ごすんですか。あ、台風ですか。はいはい。そうですね。ちょっとね、やっぱりね、台風の最中は雨と風で家の中なんで、そうですよね、強い場合はね、もう寝てるか、寝てるかトランプしてるか。あ、家族でトランプしてる。トランプしてて、うん、あ、そうなんだ。あ、うち将棋もありましたね。あ、将棋もやったりするんだ、はい、あ、家族でボードゲーム入っていい、あ、楽しいね。楽しい、家族でボードゲーム、まあこういう時ぐらいしかね、あのできなかったりするかもしれませんからね、うん、はい、あ、なるほど、いいですね。リカさんは、うん、はい、台風の過ごし方ということなんですけど、そうですね、うん、日本語だと台風ですけど、はいはい、英語だとハリケーンって言うらしいんですよ。はいはい。で、まあ私の台風の時の過ごし方ですけど、はい、まず危ないので家にいて外へは出ないようにします。まあまあそうですね、風強いからね、うん、はい、いろんなの飛んできたりしますからね、危ないですからね。それでまあ
停電でなければ、はい、YouTube で音楽を聴いたりしますけれど、はいはい、停電の時はベッドの上で本読んだりして、はい、過ごしてます。なるほど。でこういう時、こういう時にね、あの読み切れなかった本とかね、そうそうね、そういうのがあるとね、いいかもしれないですね。そうですね。あの若い女性の方は買いだめしたおやつとかがうちにあるかもしれないですね。おやつ、ね、あおやつ食べて、あプリン、プリン、プリンいいね。そうですね。ロー、あのファミリーマートにあるティ、あのティラミスボーって言ってるけどファミリーマート言ってるからね、もうプチティラミスが家にあったり。ああいいね。コンビニさんでもすごいですよね。はい、だいたい空いてますもん ね、 開いてますね、沖縄のコンビニね。はい、ね、あのもうギリギリまで開けてるもんね。そうです、本当にね。特にあのローカルのねコンビニとかね、はい、あの入り口の方ちゃんともうこう二重扉になってるからね、はい、閉めて中開けてみたいなね。そうですね、はい、ね、この自動ドアもちょっと手動ドアにしてね、なんか対応したりしてからね、やったりしてますけども。はい、正さんは、はい、台風の時寝てるかゲームだね。あ、寝てるかゲームしてるかアニメ見てる。あーなるほど。あ、なるほど。おうおうおう。じゃあもうこれあれですね、テレビ率が高いですね。テレビは見てないな。パソコンで DVD 見てるわけだし。え、ゲームは、まあ、でインターネットゲームじゃなく、まあ家庭ゲームではないけど。お、何ですか、ポータルゲーム。あ、このあー ポータブルのやつ、うん、あの今手で見るとこれはあの PSP っぽいけど、うん、そんな感じ。あ、PSP で。カーとかビータとか。ビータ？ビータ。なんでビータって何？ポータブルの未来版？うん、ちょっと進化してるよ。ポータブルの未来版をビータっていうの？ポータブルの未来版？え、どんなの？ビータ。ビータ？ビータ。ビータっていうの。え、この PSP みたいのじゃなくて？うん、一応指で動かせるやつ。スマホみたいな感じで動かせる。え、タッチパネルでできるやつがあるんですか？あります。はい、デイジー今ジェネレーションギャップ。皆さん知らんかった。え、シマさん知ってた？あ、知ってましたよ。あ、知ってた、知ってた。やったことある。あのプレイステーション P とよく違いが分からなくて。うん、どういうふうに違うんですか。やってないですか。やってない、やってないです。やったことない。千恵子さんある？千恵子さんやったことある？うん、ピーターピーターっていうの PSP なんかゲームなんだけど、やったことないよね。俺だけか。お、俺だけだよ。教えて教えて。まあ一応、うんうんうん、まあなんていうかな、いろいろできるから少し、うん、なんていうか、一応まあ基本はPSP みたいな感じなの。見た目はね。見た目は。でもそれがタッチパネルみたいに触れる感じなの。はい、へえ、そうなんだ。知ってました？私は初めて伺いましたが、ね、初めて聞きましたね。ーいや今度調べてみますわ。あれ、ね、ピータね。ピータね。ピータ。すごいね。最新のゲームはすごいね。でもね、最新っていうかもう2年前からありますね。あ、そうなの？あ、2年前なの。わあ、時代を感じるわ。遅れておる。うん、私ゲームやらないから分からなくて。宮城さんはいや、ね、あの実家が畑みたいだけど何か対策しないですか？お？いろいろしてるけど、はいはい、私とく手加えてないよ。あ、お父さんがやってんだよね。お父さんとおばちゃん。あ、そうね、私手加えない。あれ一緒にやらないの？無理です。まず私くくるばないですし、畑行ける足がないし、うん、まあ手伝えたら行くよぐらいかな。行けるっちゃ行けるんだけど、うん、歩いて行くなら。そっかそっか。そうそう、今ね、台風したらね、まあこの台風対策っていうのもね、今シュマさん言ったようにやらないといけないんですけど、千恵子さんのところとかは台風対策もうやらないといけないんじゃない？台風来たらね、うん、何やるの？植物をおうち入れる。あ、植物、あのね、いっぱいあるもんね。そういっぱいあるからね、うん、あれ大変じゃないの？あるからね、デジたくさんあるんじゃない、うん、おうちね、お父さん好きだからね、うん、植物ね。うん、すごいね。え、超すごい。もうゲルマン民族のことこ大移動。植物さんそんな感じですもんね、おうちね。うわー、大変だな。台風対策これやりますよっていう人ある？あ、正さんは、正さんもね、庭とか広いからね。広いのかあれ。うん、たくさんあるんだね、まあ、植物ありますよね。いろいろ、レモンとかヤシの実とか、うんうん、はいはいはい。あと何植えてんだろう他、あんま分かんない。あ、そうなんだ。
うん、まあまあでもね、この台風来たらね、台風対策皆さんやらないとね、うん、物を飛ばないようにしないとね、怪我したりとか壊れたりしますからね、まあ、はい、特に雨が多い台風の時なんかは、うんうんうん、あの窓のアルミサッシのところにね、はい、隙間に新聞紙詰めたりとか、あ、そうですよね、そういうことをやる時もあります。そう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 、やりますね、うん、なかなか風が強い時もあるよね、ね、いろいろ対策をしないといけないですけど、まあ次、1曲いってみましょうね、はい、はい、ですね、シューマさんのリクエストごめんなさいね、なかったんで D51 いきましょうね、はい、D51 No More Cry です、どうぞ。これ何使われてたっけ、この曲。極戦。あ、極戦だ、そうだ、あ、極戦だ、そうだ、あ、中岡幸恵さんだ、あ、極戦だ、極戦だ、オッケーオッケー、ありがとう、ありがとう、あ、聞いてよごめん、何だったかなと思って、ありがとう。極戦のエンディング曲だ。そっかそっか、勝手さん、極戦見てた、あ、見てなかった、仲間由紀恵の見た時もある、あ、見た時もある。姉さん漫画で見たんじゃない、漫画でしか見てない、国戦CM 行きます。ごめんね、 CM 行こうね、はい、クグラブをお届けしておりますけれども、はい、早いですね、もうエンディングでございます。はい、さあ今日のテーマは台風の過ごし方ということで、まあ11月ですけれども、はい、皆さん話していきましたけれども、うん、一人ずつ台風はでなんか食べるもの、これ定番みたいなのがあれば教えてほしいんですけど、平野さんはあれです、餅、なぜかしらお餅なんです。へー、お正月みたい。そうそう、お正月みたいなんです。ムーチあるじゃないですか、ムーチを作った記憶がめっちゃあるんですよ、はいはい、この台風の時に、はいはい、うん、だからなんかムーチっていう感じですね、うん、はい、リカさんはなんかあります？うん、ロールパンですかね、とりあえず停電になっても大丈夫ということで、ほうほうほう、うん、ロールパン、あ、買ってきてから、はい、あ、そうなんだ、はい、あ、朝ごはんに食べてるロールパンですけれど、はい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 、ま、
停電になったら電子レンジ使えないし、はいはいはい、ガスも止まったら大変だし。あ、そっか。そうですよね。それで。そんな考えたな。そっかそっか。ガスはね、意外とね、ギリギリっていうガスと水道はね使えたりするかもしれないですけどね。うんうん、停電になったらそうですもんね。チンできないですもんね。そうそう。そっかそっか。宮城さんは？まあサーターアンダギーだね。サーターアンダギー。サーターアンダギー作るんですか？いや、作るとこから？前もって持ってるか、あるから。あ、買ってあって、うん。買うんじゃなくて？買ってあって。あ、買ってあって。あ、なるほど。置いてあったら食いますけど、なかったら何もできません。なんかやっぱり大体台風が来るぞって、まあ保存食的な感じで買ってくるのかな？いや、おやつとしたが置いてあるんだろうなっていう一般的な、ね。あ、常に置いてあるの？お家に。常にではないけど。もう台風になったらみたいな。まあ。時々だけど。サーターアンダギーのきなこ味ってわかります？何それ？きなこ味知らない。きなこ味知らない。あるの？いちご味は知ってるけど。あ、いちご味。いちご味もあるの？両方知らないけど俺、そんなにたくさんあるんですか？すごいね。バリエーション。きなこ味って美味しい？きなこ味はなんとなくわかる。きなこ振りかけられて。いちご味ってあるんだ。いちご味は初耳だけど。あ、そうなの？今度探してみよう。今持ってくかな。合ってると思いますよ。きなこ食べたし。ああそうなんだ。あ、売ってるんだね。きなこまぶすいうのはなんとなくわかりますよ。あ、なるほど。うん、ジェイコさんはある？ソーミンチャンプル。ソーミンチャンプル、うん、もうね。ソーミンね。もう大体もうソーミンチャンプルですよ。はい。ね、いろいろね、台風の時に食べる思い出もありますからね、大変ですけどなかなか思い出いっぱいあったりしますからね。はい、クラブではメッセージを募集しております。皆さんぜひメッセージの方を送ってください。もう時間となってまいりました。本日のお相手は、私さきはま柊磨と、はい、はい、宮地理香と、はい、宮城忠と、そして三山千恵子です。はい、そしておまけの編でした。さよなら。来週聞いてください。一袋300円？一袋で300円ね、うん、何個入って300円なの？ちびっこだから何個入ってる？あ、じゃあ10個ぐらい入ってんじゃないの？10個以上あるね、ちっちゃいやつだと、うん、15個くらいなんじゃちょっと、なんか他にもいろいろ工夫タイプがあるみたいな。何があったの？さあこれは黒だとワップにあるし、はい、お疲れ様です。ありがとうございます。タイモンもあるし、タモンある、タモン、あ、あるね。ちょっと紫っぽい。お疲れ様です。楽しかったですか？上等区以外の言葉も喋りたかった。